皆様こんにちは、高橋克典です。今日はですね、また前回に引き続き、僕のバイクを預けているミスティ、またまたやってまいりました。今日は皆さんとやっていきたいと思います。ミスティ社長の古橋雄二君です。よろしくお願いします。前回も言いましたけれども、サラリーマン金太郎の映画の時にですね、大暴走のねシーンを撮りまして、その時全てを仕切ってくれた、何百台というオートバイを集めてくれたですね、張本人でございます。いやいや、お世話になりました。まあ、そういうわけで、ここ続きで彼はですね、このミスティというお店を営んでおります。長女のマイカちゃん。マイカです。アパレルで働いてる。アパレルで働いてます。え、今両方、はい、掛け持ちで両方やってる、ね、やってます。休みの日にこんぐらいの時から俺は知ってて本当にね、マイカちゃんで、今その前回登場してくださった女性のね、はい、働いて従業員の方がね、ちょっともう辞められて、ことぶき退社的な、そうですね、はい、おめでたい感じでございますが、その、まあ、穴埋めをすべて、はい、そしてですね、次女の舞ちゃん、はい、あ、じゃあごめん、あきらで、今はあきら、はい、やってます。まゆですけど、あきらです。はい、実はですね、彼女、まあ、本当に、まあ、彼女はちっちゃい高校の生徒知ってるんですけど、あのアイドリングというグループで、あのメンバーなんですね、はい、アイドル活動をしてやってました。はい、今はもうアイドリング解散して、はい、解散して、その後でちょっと活動、歌やってたんですけど、もう歌だけをやりたいと思って、今はロックソロで、ロックはいやってます。なんてバンドでやってるの？あ、バンドじゃなくて、アキラソロとしてやってて、で後ろでこうバンドのメンバーが弾いて、そうなんだね、はい、一人で。 YouTube もやってるんでしょ？ YouTube もちょっと前に始めたんですよ。ってことは、じゃあね、たまたまこれを見てくださって、僕も始めたばっかりですけど、見てくださった方はちょっと聞くとんで、ぜひ、自分で編集したりもしてるんですけど。あ、本当ですか？はい。歌ってる？歌ったりもしてるやつもあります。はい、というですね、今日こういうメンバーでやっていきたいなと。やっていきたいなって、まあまあなんとなくダラッとですけどね。お父ちゃんにその店のそのこのかっこいいバイクをね、いろいろちょっと紹介してもらおうかなと思って、はい、やっぱ旧車好きな人もいるんだよね。今回やらせてもらってすごい分かったんですよね。なんかあんまりほらスペックとかそういう、もう今さらスペックで勝負しようっていう世界じゃないじゃないですか。旧車ってやっぱどっかノスタルジーとね、愛情とロマンで乗るようなもんでしょ。そこら辺のいろいろこうこだわりをね、お父さんに。はい。前回ね、はい、バイクに値段がついてて、で、それを見てくれた方が、値段が安いな、程度悪いんじゃないのっていうコメントもあった。まあ、そうですよね。でも、そこは違うんだよね。そうですね。うちの場合は直接海外から輸入をしてるので、そっちのマージンがないっていうのは、直接なんです。なるほど。それを、まあ、通常は日本国内でオークションに出したりとかして、皆さん、普通の業者さんはそれを買って店頭に並べるので、うん、そこで 4,50 万の値段の差は出ちゃうし、はいはい、ことになるんですけど、だから決してその程度が悪いわけでもないです。本当に欲がないですよ、もちろんこの人。ちょっと今までのいろんな、まあ、頼み事とか、見てて、お前もうちょっと商売考えてもいいんじゃないのっていうぐらい、良心的にこう、でも意外とそう思われてないんですよ、ね、世の中から。髪型が良くないんじゃないか。髪型ですか。そうね、髪型変わんないですよ。俺あんまり変わんない。なんで変わんない？おかしくないですか？おかしくない、おかしくない。全然変わんないですよ、ね、これ本当に遺伝なん、髪と肌ね。何してんですか？何もしてないですよ。本当ですか？みんな知りたがってる。いや、じゃあなんか特殊なことは？特殊なこと何もないです。なんか卵塗ってるとか。卵塗ってないです。塗ってないです。何種類かの、じゃあそのうちそういうのじゃあやりますよ。さあ、今日はですね、何からいこうかなっていうね、いろいろ、まあ、いろんなバイクがありますけれども、まあ、僕のがたまたまその Z2、川崎 Z2 ですけど、まあ、これから川崎でもいろいろね、乗りたいのがあるんですよ。
こに置いてあってですね、ちょっと数材まず行ってみようかな。まあまずはでもこの Z についてですね。Z2、Z1、排気量で、まあ、違うわけですけども、 Z2 は750ですね。日本国内、基本的に日本国内のみ、うん、これね、はい、Z1900 っていうのは輸出仕様です。輸出仕様、はい、基本アメリカとか全く同じなんですけど、エンジンだけ違う、うん、排気量はね、はい、うん、これがまあ当時の本当に憧れてね、ちょっとかっこいいわけに対して思ってたんですよね、僕らの年齢からすると。全くそうですね。だからもうこれが欲しくて欲しくて、これもだからまずこれについてのこのパーツちょっと説明していただきたいですね。どことどこがどういうふうに変わってるんですか。はい、まず一番は、まあ、パッと見てどっかいっぱいあるけど、ホイールですね。はい、ホイール、いや、まあ、当時から高級なホイールでしたね。キャストホイールっていうのは、うん、のスポークホイールが当たり前だった時代なんですね、うん、その時にこれは林レーシングって車のホイールを作ってるメーカーがミリンをやった時に、うん、Z2 を出したんですけど、うん、これがやっぱ人気ありましたね。あと他にもセブンスターとか、あとは輸入のホイールですね、うん、ありましたけど、ビートとかもありました、ね、うん、国内のちょっとメイドインジャパン、そうですね、メイドインジャパンって感じだったね。それがやっぱ人気がありましたね。でもお金持ちしかつけられなかった、うん、これね、当時高かった、高かったですね。当時でも7、8万してた。ああ、これバイトが45万ぐらいの頃です、新車で。そうね、はい、10万しなかった。今のまあこれの系統っていうと、はい、ゼファーってやつね。あ、そうですね。ね、これです。最新モデルで Z900R が出ました。いいのが出ましたね。あれはもう そっくりというか、うん、今風にちゃんと Z を進化させたという形ですね。まあ、今のバイクと並んでも走れる、ね。そうです、はい、これはやっぱりちょっとどっかこう、ノスタルジックの中ですよ。そうですね。一番速いの音だもんね。自己満足の世界です。ポン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 吉村の手曲げと機械前で日本立てでした。初期は手曲げ、両方あるんです、ね、両方機械と手曲げと両方あって、はい、手曲げの方がちょっと高かった。これ手曲げ、これすごい価値のある。切っちゃった。本当はここまでだ。本当そこまで切っちゃった。切っちゃったということはちょっとうるさい。いや、うるさくない。再燃さはちゃんと入ってますかね。入ってますか、はい、長さ違うことでなんかどうなんですか。あまり見た目がかっこよくなるぐらい。僕はやっぱこうブーッとこう棒が出るからね。そうですね。で、まあ悪くないですよ。それが好きな人もいますから。はい。はい。これは実は結構レア、当時から言ってるよね。これ純正な。純正なオプション。あ、そうなんだ。Z2 には。よくありましたね。Z2 と Z1 でオプションがあったんですけど、川崎は。うん。そのうちのこれは Z2 国内のオプション、本物です。本物、今はレプリカが出てる。あ、そうなんだ。それがこのフロントのね、これはロケの時はつけてなかったね、うん、勝則さんがあってブレーキはちゃんとしたのをつけたい。そうね、フロント、なるほど、ちゃんと止まってくれる。ブレーキだけはちゃんとしたのに、いや、じゃないというか、旧車はね、ちょっと怖いです、これですね。はい、あとはこのバックステップでしょ、ね、これでしょ、スイングアップ、このギアですか、これが、これ説明してください。これが、これモンローっていうアメリカのメーカーなんですけど、うん、この当時だとコニーかモンローしかなかった、うん、コニーは、イタリアから、うん、これがモンローってアメリカで、コニーの方はまあ、一番古いのは赤と黒だったりするんですけど、うん、
Z2 が売り出された時にシルバーと黒に変わったアルミボディなんですよね。安全からだと変わるんですけど、あれなんですけど、あれちょっと硬いんですよ、うん、でモンロの方が少し柔らかめだったんで、うん、あれだと跳ねちゃうんですよね、ケツがね、うん、でこっちの方が人気があったんですよ、うん、でこれ実は新品なんです。今は新品じゃなくなっちゃいましたけど、当時ね、当時新品 で、うん、で映画の撮影に使って僕は自分のにつけようと思って持ってたんです。それ映画の撮影の時だけだからと思ってつけたんですけど、まさか勝則さん買うと思わなかったんで後で外せなくなっちゃったんです。すいません。めっちゃレアです。この辺はどうですか。これはあの、まあ、現行の、ゼファー7ハンドキャブを使って、うん、これに合うようにして、撮影長いアイドリングとかをするんで、うん、ノーマルにキャブレターがかぶってきちゃうので大変ですよね。で、これをちょっと調整して、うん、合うように加工してつけました、まあ、この辺、だから、まあ、もう一つこだわっていけるっていう、ね、そうですね、はい、あのキャブレター当時もの音にこだわるとすると、うん、いろんなキャブレターが出て、そうですね、あるんですけど、ちょっと撮影には向いてなかった。そう、それと扱いにくい、やっぱり、ね、ちょっとコーチとかね、はい、そうなんです、あの標高とか高いところといろいろ扱いが大変なんですよ、ね、調整しながら走る、うん、昔ハーレーの番組でね、アメリカに行ったんですよ。であのミルウォーキーの集会だったんですよ。行ってで、ね、いろんな人があのハーレーの跡取りのね、はい、社長にインタビューしたりしたんですけど、でみんなほらハーレー愛してる、ね、日本って特にレアモンとかね、古いやつが好きでしょ。次はどんなハーレーを作りたいですかって、もう世界中からね、愛されてるけどって言ったら、壊れないやつを作りたいですえ、で、そうなんですよ。そうなると思いますよね。ね、まあ、そこら辺もとっても重要なことだって。そうなんです。まあまあ、ざっくり、ね、そんな感じでね。あとはもうこのスワローハンドね。ね、これ今や、金太郎ハンド。金太郎名前がついてる。勝手に名前つけて、それで釣れる。で、これ作ったんですから、まだ。これね。いやこのミスティは結構かっこいいハンドルいっぱい作ってるんですよ。シートもですよ。たまんなくなっちゃった。シートどうした？シートこれ、ね、クロスポっていうやつなんですよ。クロスポ。クロスポって73年だけに、72年、73年だけに使われてたし、オリジナルを、あ、これ抜いちゃってました。すいません。この革がまたね、これ2代目なんだっけ？そうですね。でこの前のもうちょっといい色だった。同じ色なんですけど、もうこのレザー作ってなくて、うん、同じ色がなくなっちゃった。もうちょっと薄かったですけどね。そうだよね。ちょっと濃くなっちゃう。汚れてきちゃいます。まあそれ、まあそのままだな。このグリップ。でこのバックステップもこのオリジナルですね。はい、ね。です。